ミッドナイトガイズは、フィッシャー・スティーブンス監督、アルパチーのクリストファー・ウォーケン、アラン・アーキン出演の2012年のアメリカ合衆国のクライムコメディ映画である。北米では2013年2月1日に一般公開された。仲間をかばう形で28年間刑務所に服役していたギャングのバルは、出所早々に仲間のドクとの再会を楽しむ。ところが、ドクは、 上司のクラップハンドから翌朝10時までに、バルを暗殺するよう言いつけられていたが、殺すことができず、逆にそのことを明かしてしまう。二人は、現実逃避するかのように盗んだ、スポーツカーでもう一人の仲間であるハーシュと合流する。だが、そのスポーツカーの中から若い女性が見つかり、バルたちは、人助けと称して、黒幕のアジトへ殴り込む。カッコ内は日本語吹き替え本作は、 アルパチーノにとって5年ぶりの主演作であり、本人は自身の役について、私が好きな役というのは人生のサバイバーなんだ。重荷を背負いながら生きている人物だ。私はそういう人たちに賞賛を送るとインタビューの中で肯定的に語っている。ただし、劇中ではバルが、うさばらし目的でバイアグラを使用する一方、 パチーノ本人は、さきのインタビューの中でこの薬を服用したことがない、ことを明らかにしている。ジョン・ボンジョビは、本作の物語に感銘を受け、本作のために、ノット・ランニングエニーモアを書き下ろした。2012年10月12日に、シカゴ国際映画祭で、プレミア上映された。ジョン・ボンジョビの楽曲、ノット・ランニングエニーモアは、 第70回ゴールデングローブ賞主題歌賞にノミネートされた。ロッテントマトズでは106件の批評価レビューで、支持率は38%、平均点は5.2、二0となった。メタクレティックでは32件のレビューで、過重平均値は41、100となった。スラントマガジンは4つ星満点で2.5星を与えた。オーウェングレーバーマンは B マイナス表情を与えた。 ありがとうございます。